東口五港駅は、千葉県松戸市近が、柵にある、新京成電鉄新京成線の駅である。駅番号は、SL07。当駅は、時和平団地や牧野原団地の最寄り駅であるが、松戸市と柏市の境界にも近いため、柏市の南端に位置する南、坂西、新坂西、南市を市の木大地区にとっても広範囲が、最寄り駅に含まれている。 クリップ現代図に、松戸市掲載の小金木を重ねた地図より、東駅周辺明治新政府の手により、小金木において開墾が行われ、開墾地には、開墾順序に合わせて地名が付与された。五行は、小金木の中野巻にあたり、五番目である。このほか初富、二葉、三崎、豊樹、六組、七栄、八股、九尾城、十僧、十四一、 14に、143の順に続く。駅名では、初富駅、二輪向田台駅、三崎駅、豊敷駅、六時駅、八幡駅総部本線がある。五高地区は六時地区と隣接しており、かつては五高六味と住居表示されていた時期もある。島式ホーム一面二線を有する京城駅。開業からしばらくは、駅西側に車両基地が立地していたが、 1975年に、くぬぎ山駅に移転した。東側にもバスの車庫があったが、こちらも、上時期に移転している。東側には、京成タクシー、松戸東がある。西口は、銀行や書店が入居している、駅ビルであり、コンコースとも直結している。バリアフリー施設では、エスカレーターが、西口と改札外コンコースの間と、改札内コンコースとホームの間を、 エレベーターが東口と改札外コンコースの間をそれぞれ連絡しているほか、多機能トイレが改札内コンコースに設置されている。ここ駅管区として、元山駅鎌ヶ谷大仏駅間の各駅を管理下に置いている。通勤時間帯、朝ラッシュ時の様子2019年度の1日平均乗降人員は29,725人である。新京成線の駅では、 第7位であり、新京成線の単独駅では最も上降人員が多い。2011年度まで乗り換え駅である新鎌ヶ谷駅よりも多かったが、2012年度は新鎌ヶ谷駅の利用客数が増え、順位を一つ落とした。近年の1日平均上降乗車人員推移は下表の通りである。西口側は時和平地区が広がっている。 東口側には、千葉県道57号千葉鎌ヶ谷松戸線が走り、北方は金ヶ崎、東と南方は、五校になっている。南方には、千葉県道281号松戸鎌ヶ谷線が走り、五校西、松戸び台が広がっている。西口東口西口千葉県立松戸国際高等、学校東口西口東口西口東口、西口東口停留所名は、 東口が五港駅、西口が五港駅西口である。東口からは柏市、坂西、高柳地区、松戸白組、鎌ヶ谷市、白石方面、西口からは松戸市松飛台地区方面へのバスが発着する。五港立体交差問題五港駅のすぐ隣に存在する千葉県道281号、松戸鎌ヶ谷線が新京成線を、 アンダーパスする立体交差は、総工費129億円、25年に及ぶ事業の末、2002年に完成した。これによって、県道281号線にかかる新形成線の踏切が撤去されたが、東口側の住民が商店街のある西口側に向かう際、自動車同様にスロープをアンダーパスせざるを得なくなり、傾斜が非常に急であったため、高齢者が 移動困難であったり、傾斜を下ってきた自転車が、スロープ途中にある階段出入り口から出てきた歩行者と衝突する事故が相次いだ。また、立体交差のすぐ先には、両方向ともに停車時間の長い信号機がそれぞれ、ある関係で自動車がアンダーアッパス内での停留も相次いだ。このような経緯から、一旦撤去した踏切を歩行者専用に開放する、よう、特に、 東口側の住民を中心とした住民運動にまで発展した。住民の要望を受けて立体交差事業を行った県側は、住民側の求めた歩行者用踏切の開放を拒否、スロープの傾斜を緩やかにする追行時とミラー、設置による安全対策にとどめた。結果として、東口側住民の西口商店街への行き来が大幅に減少。 西口川商店街は大打撃を受けた。現在は五港駅のエレベーターの設置などで問題は少しずつ解消しつつある。ありがとうございます。